パステルとは小麦粉を練って作った薄い生地を小さく切り、具を包んだものを揚げたり、茹でたり、オーブンで焼いたりした料理である。ブラジルのパステル庶民的な軽食として、ブラジル各地で親しまれている。一般的には、フェイラと呼ばれる、路上市の屋台で販売されている。揚げたてのもの、生のもの、生地だけなど様々な形で売られている。また、多くの軽食屋や,や飲み屋でも提供されている。 その起源には様々な説がある。家境がブラジルに導入し、日系移民が普及させた春巻きに由来するという説があるほか、イタリア料理のカルツォネ、インド料理のサモサ、17世紀のポルトガルに存在した揚げ物料理に起源を求める説等があるが、スペインのガリジア地方を中心としてイベリア半島に普及している類似の料理エンパナーダがパステルのルーツと考えられる。 エンパナーダはラテンアメリカ各国でパステルと同様にグイリアゲパイとして普及しており、ラテンアメリカ各国への普及にはラテンアメリカへの移民が多かったガリシア移民の影響があると考えられている。パステルと同系料理のエンパナーダは中近東圏からイベリア半島へ伝わったと言われており、サモサのルーツでもある三分作がそのルーツと考えられている。 大きさは手のひらサイズから20センチ X10 センチくらいの大型のものまで様々である。チリにはパステルで直路と呼ばれる伝統料理がある。AB コミアカズコ、パステウ、タピオカ、クレープ、チュロス、ブラジルの屋台の味、地球の歩き方、2014年6月13日閲覧、竹内カナエ、観光にも最適、ブラジルのフェイラ、 竹内かなえのブラジルだより、日経新聞、2014年6月13日閲覧。AB リラ、アドリアナンバー、コンヘイサ A、エストロヤ・ドゥー・パステル E、アプレンダ・リセタス、カーザ・イージョ・ジム、2015年3月2日閲覧。コンヘイサ A、エストロヤ・ドゥー・パステル。シェフ・アディルト・メーラ・ガストロー・ナミア、2014年6月14日、閲覧。ありがとうございます。